日本マクドナルドは27日から冬の風物詩グラコロと新商品濃厚デミ&タルタルグラコロ、さらにシャカシャカポテトガーリックバター味のを期間限定で発売する。グラコロは1993年に初登場。グラタンコロッケをキャベツと共にふわふわバンズで挟んだ冬だけの定番商品。31年目となる今年は史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、チーズのコクを加えよりクリーミーになり、より美味しくなったという。